とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もタワーでいいものが2つ出るまでやめられません。やっていきましょう。最近、バラバラだな。いい時もあれば、悪い時もある。今日は、どうなるんでしょう。この前ね、50分ぐらいで終わったっていう最高記録があったんだけども、今日は、どうだ。もう本当にね、超最高記録になるんであれば、20分で終わるからね。2回で終わり。さあ、一発目。何が出るかな？なんだ？まあ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 。ダイナモ貫通で、当たりかな？ビースティンガーはダイナモついてる。超、どうだ？まあまあ、蝶のクロスボウは、一応持ってるからね。うん。ダイナモ貫通持ってる。次。輝くハープ。あ、全然ダメだわ。全然ダメだった。はい。ということで、やっていきましょう。二ついいものが出るまでやめられません。なんと、3回目、来ました。3回目。まだ30分しか立ってませんけども、最初のやつが出ました。なんと、トゥルバドゥール。ここ数日でさ、トゥルバドゥールがやたら出るんだよね。しかも、クールダウンがついてるやつ。これ3つ目だよ。3つ目。使えるのかな、トゥルバドゥールって。まあ、確かに、アーティファクトの効果時間が 30% 増加するのよ。それがね、どんな意味があるのか、まだね、いまいち分かっちゃないんだけど、なんか使えたりするのかな。で、しかも今回、エンチャントで、クールダウンが2ついてるのよね。まあ、アーティファクト特化の防具には、なり得るんだよな。まあ、一応これ取ってて、このね、性ステータスの効果の持続時間 30% アップ、これをね、いくつか検証してみることが大事かな。なんかありそうなんだよね。隠されたわ。能力みたいなのが。なんかちょっとこれ取って試してみようか、今度。とりあえず、一つ目、ゲットです。30分しか経ってないよ。今回調子がいい。おお、今出たのにまたね、出ました。2連続だけども、どう？これはちょっと妥協じゃない？エンチャントとしてはちょっと微妙な気がする。リフレッシュ。まあまあ、凶暴か弱体か追い打ち。まあ全部そこそこいい感じだね。で、一番左が微妙なんだよな。衝撃波は、まあ微妙だし。8か。いやー、ここはちょっと妥協せずに今日行こうか。まあ、とりあえずこれで行きますね。妥協はしない今日は。よーし！来た！初めて出た！影の衣のね、クールダウン付き。俺ね、初めて出した。これだけはね、俺出したことなくって。まあ、ギフトでもらったやつはね、2つぐらいあるんだけども、初めて自分で出しちゃったね。やった！まあ、エンチャは、どうかな？若干微妙なんだよね。まあ、クールダウンはいいとして、真ん中、まあ、これだったら霊気かな。霊気はまあ、そこそこ強いけどね。で、一番左よ。微妙だな。やけど入れる？まあ、263のやけどだから、そこそこのダメージは与えれるのかもしれない。ソウルフォーカスって俺、全くソウル系使わないからね。いやー、でも、よかった。他の二つはね、微妙です。フロストバイト、クールダウンなし。で、闘志の締め具、旋風がついてないから、ちょっと使いにくいかな。まあまあ、いいんじゃないっすか。エンチャは若干微妙感があるけども、いいと思います。
二つ目、影の衣ゲット、やった。それでは戻ってきました、意外と早く終わったね。結構早く終わった。1時間20分ぐらいで終了しました。調子がいいね。トゥルバドゥール、怒り、そして影の衣だね。やけどどう？え？弱っ。いや、やけどよくねえな。かといってソウル系俺使わないんだよね。まあ、ここはさ、霊気でしょ。いや、サプライギフトとかでいい？いやいやいや、よくないよくない。やっぱ霊気だわ。ラッシュもね、ダメージ受けなきゃいけないっていうのがね、ちょっと厳しいんだよな。まあ、ここはクールダウン、霊気、やけどがまあ無難なんじゃないっすか。まあまあ263でね、HP 高くって 35% 軽減もこれついてるやつなんで、生存率としてはかなり高いと思うので、まあまあいいじゃないですか。初めての影の衣、これはかなり嬉しかったです。はい、よかった。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。